皆さんこんにちは。和歌山県の白浜バプテストキリスト教会の牧師藤藪陽一です。今回は児童養護施設建設についてフレーズニュースをお伝えします。私たち白浜教会は1979年4月、恵美太郎牧師により、自ら命を絶つ人が後を絶たない白浜三段壁において、命の電話活動を開始しました。この働きは、恵美牧師が新学生時代、白浜三段壁を訪れた際に、ここで命を絶つ人が多いことを知ったことから、その夜、宿泊先で聖書を読み祈る中で、箴言24章11節、死に渡されるために捕らえられた者を救い出し、殺されようとしてよろめき歩く者を助け出せという御言葉が与えられ、もし白浜の教会の牧師になる時が来たら、ここで人々を助ける活動をしますと祈ったことが実現したものでした。私は小学生の頃から白浜教会に通うようになり、泣いて座っているおじさん、おばさん、街道で寝ているおじさんに出会ってきました。私にとって牧師はイエス様のように神様の愛を語り、その愛を実践し、人を助ける人でした。だから当然、牧師になるということは、助けを必要としている人を助ける人になるということになり、1999年4月、白浜教会の牧師を継いだとき、三段壁の活動も当然引き継ぐという思いで引き継ぎました。私たちは1979年からの40年を超える活動で、1700人を超える人を助けてきました。そのすべての人に食事を提供し、寝る場所を提供し、お風呂を提供し、着るものを提供し、そしてその人の悩みや怒り、悲しみ、苦しみに耳を傾け寄り添ってきました。絶望感の中にいる人と一緒に生活し、神様があなたを作り、あなたを愛しておられると語ってきました。ここでは人生をやり直すその時期に、神様の御言葉に触れる機会が与えられています。それでも、すべての人が救われるわけではありません。しかし、すべての人がキリストの愛を知り、その愛を持って人を愛して生きるクリスチャンの存在を知り、その時は信じられなくても、その後の人生に大きな影響を与えています。私が白浜教会を継いだ時、礼拝出席者は10名ほどでした。しかし今や50名ほどになりました。その約半数が求道者です。私たちは命を守る最前線、本当に宣教の最前線にいます。1700人の方々に寄り添う中で気づいたことがありました。それは彼らの生きづらさは、生い立ちや家庭環境、育ってきた教育環境や社会環境など、本人の不可抗力のところに問題を抱えていたことが多いということでした。それで私たちは死にたいと悩む人を助ける活動は続けつつ、人が死にたいと思うところまで追い詰められないために何ができるかを考えるようになりました。いわゆる防止ではなくて予防です。幼少期から高校卒業、大人になるまでの教育環境、社会環境にその後の人生が大きく影響されるならば、その時期の子どもたちに働きかけていくことがとても大切だと考えました。それで20年前から放課後の学習支援、夜間の預かり、長期休みの昼ご飯付き学習支援、自然体験教室、スポーツ教室など、最近では放課後デイや子ども食堂と言われる事業を展開し、基礎学力と基礎体力、そして社会性を身につけられるようにと、地域の子どもたちとの関わりを展開してきました。個人的には夫婦で里親になり、虐待児を預かり育ててきました。今では高校卒業資格が取得できるフリースクールを運営しながら、学生寮も運営しています。親の力を借りなくても、午前中バイトをし、午後から授業を受け、
学生寮で生活をする。その中で高校を卒業できる体制を整え、生きづらさを抱えている子どもたちを支援しています。昨年3月には初めての卒業生を出し、現在も5名の生徒が一緒に勉強しています。またこの他に、学生寮には一緒に生活しながら地域の学校に通っている児童生徒も4名います。親御さんと話しながら、その子その子に生きていく力を身につけさせていくための支援は何か、いつも考えて実践しています。親御さんを一緒に家族丸ごと丸がかえすることもあります。とにかく一時期助けられる必要があるときに必要な助けを行うことができる教会でありたいと考えています。そこには行政的な縦割りの縛りもなければ枠組みもありません。教会だからこそ神様の愛を知っているものだからこそできる支援があります。現在、こんな私たちの施設が老朽化して修繕が追いつかなくなってきました。いよいよ建て替えなければならない状態です。今私たちは祈っています。ここに子どもたちを受け入れられる施設を建設したい。場合によっては親御さんも一緒にかくまうことのできる施設を建設したい。その施設がこの白浜の地における神様の愛を証明するために用いられたらどんなに素晴らしいかと。ぜひ皆さん覚えてお祈りください。そしてご支援ください。よろしくお願いいたします。以上、和歌山県から藤藪陽一がレポートいたしました。